誰なんですかヤモリは。ちなみにヤモリはそう、うん、リンゴリだ。コウモリと人影の間に生まれた子供です。いやなんですけど。コウモリと人影の間に生まれた子供、あんまダメですよ、というの。え、コウモリと人影を足して2で割ったらヤモリ。なんで続けようとするんですか。深掘らなくて、2人とも。コウモリってだってネロちゃんでしょ。コウモリと人影の、いいんですって、だから。もうやめて。ヤモリってでもトカゲですよね。違いますよ、ヤモリはヤモリですよ。ヤモリってトカゲですよねって、すごい日本語やな。イモリがトカゲですか。いや、イモリはイモリです。イモリはイモリ。みゆきさん。違うよ、イモリみゆきは違ったの。何言おうとしてんだよ。ヤモリ、母じゃねえわ。タモリは、タモリはグラサンダーだな。人じゃないんだ。人だよ、タモリは。タモリ人外だと思う。どこ行くの。先週でやべえよ、リンゴさん。母じゃねえ。母じゃないけどね。愛想笑い下手や。しかもさっき、純グライダーの右にいたらしいし。誰かやっちゃうのって。ジョンは言ってねえわ。なんでジョン探してるんですか。ダメなんですか、探したら。推しのキャラを探すことくらいするでしょ。いや、ダメとは言ってないですけど、なんでかなって。ジョンじゃねえし。じゃん。帰りたい。帰りたい。じゃあ、じゃあ、あと1探しないよ、ディスコで。あ、自分の代わり。今から20分だけやってくれる人って。そう。会話が成り立たないんだもん。言われてるぞ、藤宮。なんでや。会話が成り立たないって言う。何を全部ペーッ。どういうこと。会話成り立ってないな、あれ。何を食らったの、マジで。え、生まれて初めて伊豆にメンバー買った。マジで。おーすごい。ボンボン置いとくわ。あーガビー。お、なんでなんでなんで。何が起きてる。あー、なんでメンバーで負けんだよ。落ち着いている。2週目の後半から1回も喋ってなかった。腹減った。お腹すいた。わかる。マジで商店行く。行こう。いいないいないいな。マジで美味しかった、あそこ。町田商店のどこにでもある。あ、そうなの。チェーン店やからね、うん、あ、そうなんだ。北海道には開通してんの。Google 先生に聞くわ。うん、北海道か。何食ったってうめんだからいいじゃねえかよ。雪食ってもうめんだから。ねえ、やだここ。なんだここ。もう砂パイさんしか選ばないよ、ここ。どこコース。ああ、行こう。どこ。閉山。閉山。次の追加コースじゃないの、これ。楽しみやな、まだ来んねや。招待券、これ。さあ。こんなんに1枠使わないよ、コース。手振ってんじゃねえ、おめえら。かわいい。かわいいね。お、いいコース。いえ、おお、お、むずいんよな、こう。こんにちは、皆さん。ね、え、すごいなってる。伊豆さん表現してる。え、かっこいいでしょ。本ちゃんやな、これ。正解。そんな意味あったんだ。これでマリカの大会出ました。かわいい。ポンズ野郎って名前で。なりすましやん。なりすましやん。なりすましなりすましやん。ただろ。で、純血くらいまでいった。おお、マジで。ガチなんだ。ポンゼロ最強、ポンゼロ最強。なりすましって訴えれるらしいから、マジで、うん、お金が足らなくなったら期待させよ。でも、俺がついた体感でポンゼロ自分でツイートしてたよ。俺が最強だみたいなこと言って。じゃあ、なりすましやん、ほんとに。あいつがなりすましだよ。なりすましのなりすまししてる。当人が認めてるなりすましだよ。終わったのか。
あすごい。もっと争え。なになになにでした。負けのルンコ。ああパラリラ。はいパラリラ。パラリラで。くそあまりよくばいつ殺して一狙ったことが悪かった。まだブーメラン。まあ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 。やばいな。もうクソコース。実際1位。あわよくば殺しに行ってしまった。あわよくねー、あわよくねーよー、あわーどうなってんのよ。ここ影薄くない？いや、そんなことない。コースの仕様でこのコースずっとトルネードの後ろの色が黒くなるんで、ターボの、ああ死ぬだけどね。そうそうそう、あこのコースあったんだ、そうそうこのコース紫色じゃなくて若干黒くなる。おー本当だ、あー知らなかったな。どうでもいいことばっか知ってんな。俺に言った今。いや俺に言ったよね今。伊豆さんしかいない。今は俺やな。さすがに伊豆さんしかいない。なるほどね。言い逃れできないって言ってた。いやいやいや。来たわ。伊豆さん、僕ここの枝処理できてるか最初ちょっと見てくれませんか。アイス。おお。枝処理すごい。今4位にいますから。神さん。検索してる。アーカイブで確認しよう。なんだ。配信で配信見たら配信で今。いやできないですよ。枝処理なんか。あでも惜しい。あで出来かけ？なんか準備段階まだできてます。おお。本当にうまかった。でも今伊豆をはめて押す。あそうそうそう、あの後ろから見させれば後ろ行くだろうと。はい、絶対にゆるさんからな。やばいバレたバレたっつって。最初のいたずらぐらいいいじゃないですか。絶対にゆるさんからな、カメタ。そうだよな、カメタ許せねえよな。許せねえよ、あんなやつ。いやもう、あんなやつ陰に謝れ。勝手にそれ、任天堂に許可取ってやってるんですか、その人陰に。いいだろ、だったら橋本環奈にも許可取ってんのかって。じゃあ走ってるわけねえだろうが。俺ちょっと取ってねえよ。じゃあ橋本環奈と同姓同名日本に7人くらいはいるだろうが。え、飲んでます今日。今日は普通にエナドリを飲んでます。この時間に仙人がエナドリ飲むなよ。マジで横文字の飲み物飲まないでください。だいぶ制限されますね。そしたら仙人はドクターペッパーとエナドリだけは飲んじゃダメなんですよ。ギリポカリまで海外系のやつダメなんだ。筋トレしてます？なんか食らってます？肩を揉みながら回してました。そんな声出る？肩は？どういうこと？みたいな。そういうので出そうと思わないと出さなくないですか？なんか吐きながら、うん、みたいな。おっさん置いて。何の ASMR なんこれ？ASMR。おっさん ASMR。ジオイ。どこしよう。あなたのそばにおじさんを。あ、これ失敗したな、そこだし。やだよ、疲れたおじさんいつもいんの。疲れたおじさん ASMR やばすぎるよ。池おじくれ、池おじ。お風呂に入る時の声。まあ、おっさん ASMR いつまでやんのこれ。嫌すぎて。